だから自分が頑張らなくても回る仕組みっていうのをちゃんと作る。これが企業のサービスです。これでちょっとね、世界を圧倒できるんじゃないかと思ってる。はい、企業の極意。はい、それでは本日は、バディーズ代表の芦名祐介にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ダーハラさんでございます。ダーハラチャンネル、原田でございます。ありがとうございます。ゆいかさんです。ありがとうございます。バディーズ秘書のゆいかと申します。そしてなんか MC、はい、いただいて。板についてるね。いや、いいですね。うん、やだ。やだ。もし機会があれば次回もはい、ぜひぜひ、はい、いつでも、はい、はい、で今回ですね、まあ、企業の極意ってことなんですけども、芦名さんまた新しい事業を始められたということでやってましたね。はい、バディーズですね。バディーズ、はい、これバディーズちょっとですね深掘りさせていただきたいんですけども、深掘りましょう。はい、まあちょっとネーミングまず細胞矯正ダイエットバディーズ、これ、まあ、そもそも細胞矯正何なのかとかですね、もういっぱい聞きたいんですけど、ちょっとそこら辺ぜひ。確かに、まあ、今回その企業の極意みたいなあの厳かなネーミングで始まってるんですけど、まあ、何かっていうと、まあ、僕は、まあ、これまで2018年からビーツっていうフィットネスクラブだったりとか、まあ、サウナとかいろいろやってましたけど、うん、まあ、今回は、まあ、結局自分が忙しい忙しいっていうその仕事を忙しいってことを言い訳に、うん、120キロまで行ったんです僕。あ、120、うん、やばいっすね。やばいっすポテンシャルすげえなと思って。すごいです、うん、まあ、相当でかかったっすもんね。で今100キロなんだけど、はい、20キロ落ちたんですか。すごい。だからなんかその間は戦略的にメディアに出ていなかったってもあるけど、はいはい、まあ、太ってるからなかなか出なかったってもある。ちょっとね出にくいところありますよね。でも今100キロなんで、はい、まあなんかそういうのも含めてなんかどうやってじゃあその仕事っていうことを言い訳にせずに、うん、なんかどうやったら自分がちゃんとあの健康管理というか、まあ、ダイエットというかそれをキープしながらみたいなことができるのかなっていうことをずっと悩んでたんですよ、はい、でこれまであの花道の社長のオチさんとかね、オチさん、はい、ああいうなんか、まあ、違う登場人物もいるんですけど、まあ、そういう人たちと、うん、いやもう痩せらんないと、うん、だからもう握って、うん、もうじゃあもう この日までに痩せなかったらじゃあ今日全おごりだみたいな、はいはいはい、なんかそういう罰ゲームを加えることによって、うん、そのそこまでにもうめちゃめちゃみんな1週間前ぐらいから断食をし始めてやりがちですね。そう、何も食わないっつって、一番ダメなやつだ、食事制限。そうだからもうそこからもう食わなきゃ痩せるみたいな、うん、そういうマインドになってきて、うん、でそれをずっと達成して、よし達成したな、俺は俺たちめちゃめちゃ頑張ったよなっつって、うん、飯食いに行ってまたボンボンいや食べちゃいますよね。そうでそれ気づいたらもう全員過去最高体重みたいなダイエット競争してるのに、はい、みんなこう痩せては上がって痩せたからってやってて、これちょっとすごい本質的じゃないけどこれ、うん、突然ちょっとどっかで終止符打てないかなと思って、うん、で何が一番課題かって思うとやっぱその締め切りの途中で頑張る、締め切り直前で頑張るみたいなことしかやってないから、うん、もっとベースで頑張れればいいのになっていう、うん、でもベースで頑張るってやっぱり筋トレ行ってとか、じゃあもう忙しくなってくるとジムに通わなくなってみたいな、結構そういう制限とか言い訳とかやらない理由なんかもう詰め放題だから東京なんてね、うんうん、だからそういう環境の中でどうやって日常生活に自分にバレることなくこう何その習慣を身につけられるかみたいなことを考えたっていうのが一番最初かな。なるほど。であとはその、まあ、ビーツっていうのも、まあ、僕も通ってるけど、うん、その結局行った時は効果があるけど行かなかったら効果がないみたいな、うん、で行くのめんどくさくなってくる、あ忙しくなってくると、うん、いや今日はちょっと行かなくて仕事した方がいいなみたいな、いどんどんなんか自分を正当化してきて、はい、いや今日は忙しいからめちゃめちゃ食った方が逆にいいんだよなみたいな、はい、なんか謎理論が、うん、でさらにやっぱビジネス的な話をするとやっぱうちのビーツは新宿渋谷恵比寿目黒に4店舗今あって、でそうすると新宿のパーソナルジムとの戦いなんですよ、うん、で恵比寿のパーソナルジムとの戦いなんですよ、うん、でそこってサービスがどうこうじゃなくても結局広告費がどうこうみたいな話になってくるんで、結局これってなんか全てが本質的じゃないよなみたいな、はい、だからいてくれるお客さんはずっと長くいてくれるけど、うん、っていう、確かにそこがやっぱすごくエリアに制限される、うん、忙しくなってくると後回しにされちゃうっていうのが やっぱそのフィットネス健康ヘルスケアみたいなところのすごい課題だなと思って、やっぱそこを根本的に解決していかないと、うんうん、なんかもう自分自身が痩せられないよねみたいなのがあって、うん、まずは芦名さん、ご自身の問題解決
そうそうそう僕はだからもう一番ターゲットインサイドだから、はい忙しいとかっていうことを言い訳に、はい、ずるずる健康をないがしろにしてるやつらをどうにかしなくちゃいけないのを代表格だもんね。代表格でご自身がそうそうそう、うん、っていうのでその本当に時間に左右されちゃいけないし忙しいからって言ってアドバンスされちゃいけないし、うん、その通わなくちゃいけないっていう場所に左右されちゃいけない、うん、もう全国展開全世界展開を最初からしようと思って考えた企画がこれかなっていう。バディーズ、なるほど、そんな背景があったんです、うん。実際にあの僕自身もですね、このバディーズはあのなんか3ヶ月専属秘書でゆいかさんついていただいてですねチャレンジさせていただきました。でチャレンジしてどうだったのかっていう動画ですね、あのこちら見ていただければと思いますので、あの概要欄にリンクも貼っておりますので、あの実際もっと詳しく知りたいって方はですね、あのぜひ概要欄から、飛んでみてください。こちらに貼っておきますのでお願いします。アシャさんのイメージってそのもう起業されてから、うん、あのまあ、いろんな事業されてるじゃないですか、うん、なんでこんな事業されてるのになんですか、時間にもその余裕があるように見えるのかなっていうのがすごい疑問です。ああいい質問です、はい、僕だともうパンクしちゃってもう何が何だか分かんなくなっちゃうなと思っちゃうんですよね。なるほど、企業の極意これ発表しますよ。企業の極意ってのはもう最初から仕事しないことを決めるっていう、仕事をしないことを決める、こんなこと大きな声じゃ言えないですよ日本社会で。大きな声じゃ言えないけど、仕事をしないことを決めてその上で準備をするっていう、うん、つまり自分が頑張ればなんとかなるっていう言葉のままいくと必ずキャパシティが来るじゃん、うん、だから自分が頑張らなくても回る仕組みっていうのはちゃんと作らなくちゃいけないよ最初から、うん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 、それをスタート地点から作ってるのか作ってないのかで結構ここ先が変わってくる。なるほど、結構その、まあ、ある程度事業がうまくいってからそういう風になったらいいなみたいな、あの持ってる方多いと思う。いや、サッカーやってたでしょ、はい、サッカーやってたら自分がフォワードやりながらゴールキーパーやるみたいな話、まあ、それは絶対無理です、ね、それ最初から思ってたら、うん、とかじゃないじゃん、それ絶対もう代表入れない、代表入れないですね、はい、絶対に入れない、うん、っていう。なるほど、だから俺がもう最初からいや俺これできないなっていう、うん、もうちょっとフォワード任せた、うん、みたいな、うん、俺左上がりだけでちょっとやらせてくんないかっていう、はい、サイドチェンジだけ俺やらせてくんないかっていう、うん、っていうその自分の専門領域をちゃんと認識してそこを極めるっていうことがなんか一番の近道だ。なるほど、そこの認識をしっかりできてるっていうのが大事ですね。そうそうそう、なるほど。仕事しないっていうことを決めるっていうのはもっといどういうことかっていうと、うん、どうやってお客さんに動いてもらえるかっていうのことはすごい考えてるな、うん、お客様に。例えばそのバディーズはもちろんそうだけど、うん、はい、そのバディーズってじゃあもちろん秘書のゆいかちゃんも頑張りました、うん、じゃあ起業をした僕も頑張ったかもしれないです、うん、じゃあそのバックオフィスにいるスタッフも頑張りました、うん、でも一番誰が頑張ってますかって言ったらユーザーである原田さんが一番頑張ってるわけ。うーん、で自分で頑張って、うん、自分で喜んでるじゃん。本当そうですね、これが起業のサービスなんです。いや本当に、しかも面白いように動いてます、うん、めちゃめちゃその日々の約束とも守るし、うん、あとそのなんだろう、体験して、まあ、痩せてってやっぱりその嬉しいんで、あのいろんな人に話しちゃいますね、うん、でそれでちょっとバディーズ興味あるとか、あのちょっとやってみたいとか、もう少し詳しく教えてくれみたいな形で結構反響もあったりするんで、うん、そういうことなんですね、うん、それで言うと、うん、そのまあ僕の極意があるとしたら、うん、こっち側が動くんじゃなくて、うん、お客さん動かすっていうのはすごい考えてる。だからビーツとかも脈を上げろっていうコンセプトで作ったんだけど、うん、それは僕がじゃあ原田さんのここをマッサージしてあげて、うん、じゃあ、うん、ここもマッサージしてあげてとかじゃないわけですよ、うん、でも世の中のサービス業っていうのはそれがサービス業になっちゃってる、うん、でも一番はいや脈を上げなさいと、うん、脈を上げるお手伝いするんでって言って、うん、いやちょっと最高ですっていうのがピース。いやでも本当そうですね、間違いない。そうだから、どうやってその、まあ、リーダーシップっていう観点で、はい、こう人を動かしていくかっていう、うん、で人は動くと必ず自分が、行動が変わると思考が変わるから、うん、でそうすると内容をもっと気にするから、うん、だからビーツもじゃあ、脈が上がった、ああよかったな、幸せな、いや俺なんかめちゃめちゃできる気がするな、よし頑張ろうみたいな、そういう行動変容から精神面の変容を作っていくっていうのが結構そうかな、うん、だからサウナもそうだし、うん、だバディーズもそうだし、うん、いやそうですね、僕もまあ、営業って今仕事させてもらってるんですけど、やっぱ意識してるのは
お客様にその最高体験を届けることを意識してるんですけど、うん、お客様が喜んでくれれば勝手に口コミ広がるじゃないですか、うん、なんか同じことなのかなってすごい、うん、思いました、うん、そうそう、だから営業マンとかで言うと、うん、あの僕が必ずやったのは、お客さんに必ず一駅動かさせるとかね、一駅こっちから訪問しちゃいけないっていう、ああ例えばお客様がじゃあ虎ノ門勤務です、うん、ってなった場合、そしたら虎ノ門のオフィスビルの1階のタリーズに行っちゃうよ、普通だとそうですね、うん、はい、じゃなくて、うん、おなりもに1回来させないと、うん、移動させる、うん、この意図はお客様に体験させる、体験という行動、人は動くと自分を正当化するんです、お不動産屋さんでしょ、はい、で不動産屋さんに会うために自分が不動産屋さんに会いに行くと、うん、自分は不動産を買おうっていう気持ちなの、うん、自ら動いてるから、そうで不動産が来ると、ああいいですよ話聞いてあげる、確かにそうですねっていう話なの、うん、っていう、なるほど、だから原田さんと会食していて、うん、原田さんに僕が原田さん僕のこと好きになってほしいって言ったら、うん、みんなお酒をつくわけよ、うん、原田さんどうですか、うん、ああ元気、みんな元気どうですか、ねでもそうじゃなくて、うん、あ、ちょっとあのもらってもいいですかって言って原田に継がせるわけ、あなるほど、これです、これ営業マンというかビジネスマンとして、あとはなんか男女の関係もそう、だからこのこんなに尽くしてるのに、うん、全然振り向いてくれない、でそれ尽くしてるから振り向いてくれない、おこれは尽くさせたらもう向こうはもう尽くさせた方が好きになってくれるよ、なるほど、確かにいい関係ってそういう風に見えますもん、ね、そうだからあの自分が異性に対して都合のいい感じになってると思った方は必見です、これは必見ですねゆいかさんもすごい、はい、うなずいてますけども、これはあの前々から言われておりまして、おうおうすごく刺さっていて、はい、都合のいい女になるなっていう、はい、よく言われておりますいや大事ですね、はい、でちょっと1個だけあのお聞かせいただきたいんですけど、うん、あのアシャさん の, その根底がその自分自身がどうなりたいか、うん、どうしていきたいかっていうところで、そのどうなりたいのかっていうアシャさん の, その理想像をもっともっと深掘りしてほしい、うん、もっと聞きたいっていう声があったんですけど、そこら辺ってどう考えられてますか。ああ、多分みんなが思ってるような理想はない、うん、理想がない、うん、理想でもそのどうなりたいのかがもう強烈に明確だからこそそのエネルギーがあのなんだろう注げるのかなと思ったんですけど、そうじゃないんですか。あそれで言うと2つあって、はい、まあ、一番この根底にあるのは根底にあるのはもう男前になりたいっていう、男前、確かにそのイメージずっとあります。でこのどうあったら男前なのかっていうのがもうその都度その都度こうだんだんこう進化していくから、うん、だからなんか、まあ、誰みたいになりたいみたいなのないけど、はい、なんか自分が思い描いてる姿になりたいなっていうのが常にこうある感じ。なるほどなるほど、まあ、個人としてはね、はい、でなんか、うん、まあ、ビジネスというかビジネスと個人っていうのが僕は結構紐づいてるんだけど、はい、僕はなんでまあこういう仕事をしてるかっていうのはもうただの自己表現でしかないから、うん、だから別にバディーズも自分があこうなったらいいな、あじゃあそれどうやったら実現できるかな、うん、どうやったらこれで最も多くの人を動かせるかな、うん、あ多分こういうことだろうな、よしやってみようっていうなんかそういう感じ、うん、だから本当に理想の実現みたいな、うん、そういう感じかな。なるほど、まあ、個人としては、うん、あの絵に描いたような健康優良児でいたいなっていう。健康優良児日本を代表する健康優良児、まあ、今でももうエネルギーだと塊みたいなんでもう代表格だと思いますけどねこれでちょっとね世界を圧倒できるんじゃないかと僕は思ってるんですよ、はい、世界の健康優良児。いやいいっすね、うん、はい、健康って絵に描いたらこうなるよねっていうような、うん、もう代表格と、そうそうそう、健康最終形態わかりやすくいいですね。まあそれぐらいかな。なるほど。だから多分その多くの人が求めてるような、うん、いや上場してとか、うん、なんか MA がなんとかで、うん、なんか年商がみたいなのはなんか僕の理想どこにも当てはまってないかなって、うん、そっか、どうなりたいとかのそこに、まあ、つながらないというところですね、うんうん、でもそのまあ、例えばとはいえ事業をやっていく中だと、うん、まあ、事業計画とか、うん、まあ、あの売上も大事じゃないですか、うん、そういったところはどう考えてるんですか。あ、それで言うと、うん、生きれればいい。あ、うん、僕もずっと思ってるのは、うん、その生活費がある、うん、あのその僕が言ってる生活費ってのは
寝れるとかそういう話じゃなくて、うん、会いたい人に会えるとか、うん、食べたい時に食べたいものを食べれる、行きたいとこに行けるぐらいのその生活費、うん、自分が自由でいられるっていう経済的な自由さえあれば、うん、一緒一緒、うん、その上がいくらだ、うん、それよりもじゃあそこを目指すおかげで自己表現ができないとか、うん、それをやるなんかそれやるがあまりなんか好きな人に会えないとかって言うんだったら、うん、なんか何を言うんですね。だからまあ今回その起業の極意っていう話だけど、はい、結局なんかその自分が何やりたいのってのがやっぱ一番大事で、うん、みんながやってるからみんながやってるレースに入るっていうのは、うん、それはあなたたちがみんな嫌だったから今そうなって起業しようと思ってるんじゃないのっていう。で起業しようとする人は大体社会不適合者なわけです、はい、でみんなが同じような受験勉強でうまくいかなかった、うん、みんなと同じことやろうとしてなきゃダメだった、うん、だから自分なりの道、みんなと同じことやろうと思ってたから活躍できなかった、だから YouTuber、うん、みたいなのあるわけ、うん、でもなんでまた起業って言って、うん、せっかく起業したのに、うん、みんなと同じような起業家になろうとするんですか。正しいのはちゃんと自分が何をやりたいのか、自分は何者になりたいのか、うん、じゃあそのために何が必要なのかっていうことをちゃんとわきまえるっていう、うん、分けまえなさい。はい、ということで。いいですね。うん。まあ、まあ、視聴者の中でもですね、あとは僕の周りでも結構やっぱ多いんですけども、起業したいって言って、例えば1年後、また2年後とか再開した時でも、まあ、現状変わってない方もいたり結構します。うん、で、ただ、変わりたいという気持ちはずっと持ってるんですけども、現状その一歩踏み出せないとかっていう、うん、悩み持ってる方も、結構いるんですね。まあ、っていう、例えば、起業っていう観点で、うん、したいけども、まだ一歩踏み出せない、そんな方に、最後、芦田さんメッセージを、なるほど。いただけないでしょうか。悩む必要はない。必要ない。いや、僕はその話すごいおかしいなと思って、はい、要は、起業したいなと思ってるけど、一歩踏み出せないでしょ。うん。別にそんなしたくないんじゃないのっていう。ああ、実はやりたくない。うん。で、そもそも起業したいとも思ってないよねっていう。うん。で、それに悩んでるってなんかおかしくない。そうですね。いやなんか僕フランス人になりたいんだけどなっていうぐらい僕からするとなんかおかしい、はい、いやそもそもなんかなろうとも思ってないし、うん、なれるとも思ってないし、うん、っていう。なるほど。でもなんかフランス人可愛いみたいな感じで なりたいんでしょっていう、うん、なんかそれじゃないよね。例えば周りが起業してるから自分もそうしたいみたいな、そう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 、考え方になってるんですよね、うん、なるほど。で起業すれば幸せになれると思ってるみたいな、うん、だからやっぱどこまで行ってもちゃんと自分がどうなりたいのかっていうことをちゃんと理解して、うん、やるっていう、うん、もしかしたら起業するっていうことじゃなくて、うん、転職するっていうことが正解なのかもしれないし、うん、それともそうじゃなくて、業務委託として自分が好きな人と働くっていうことの方が自分の理想像になるかもしれないし、うん、だからその働き方なんかいくらでもあるんで、うん、そう確かに、あ、やっぱ手段に過ぎないですよね、うん、でもやっぱ一番大事なのは、うん、自分は誰に喜んでもらえるのかっていうのはすごい考えた方がいい。結局やっぱ人を喜ばせないとね、お金は人が払うわけだから、うん、いきなりね、はい、お金が口座にボーンと潜り込んでくるわけじゃないし、うん、こうお金がそこら辺に歩いてね、それを捕まえたらお金もらえますって話じゃないから、うん、やっぱ人を喜ばせて人を集めるっていう、ぜひ皆さん人を喜ばせてください、うん、大事ですね、人を喜ばせるというところで、で本日は芦田さん起業の極意という形でMC ゆいかさんのお力もお借りしてお力をお借りして、はい、はい、お聞かせいただきまして本当にありがとうございました。